チンは運命というものより自分を信じている。我らの時代、ようやくやってきたぜ。天下と美人、すべて我が物にしよう。ふん、私が君に負けるなんて。仕事が終わったな。やっぱり星空を見ると癒されるな。待って、あれは精錬獣。もう無理じゃ。なんとおっしゃった。まあよかろう。若い頃、チンが即位するとき、剣心に左右され、皇帝といっても名ばかりだった。現在、君がもうすぐ即位なんで、二の舞を演じるなよ。わかったかい？え？ああ、わかりました。君が本当にわかれば、ちんも安心できるのじゃ。おい、起きろ、起きろ。歴史は天命という筆によって改ざんされているかもしれない。ただ私は絶対に歴史に屈しない。陛下、朝廷玉が謁見を求めております。上層裁下。陛下、朝廷の情勢が安定しておりません。急ぎ牽制を固める必要がございます。そちたちに高みはないのか？微臣は科挙の推進を提案いたします。陛下、朝廷玉が科挙の全参与を連れて謁見に参っております。陛下、拝謁賜りありがとう存じます。よし、大臣たちの補佐が得られるならば、朕はこの体制をさらに繁栄させよう。山頂。王帝陛下、万歳万歳万万歳。皇帝様のご意志くらいだ。陛下のおためにあまねく剣心良将を探しましょう。良金は木を選んで進み、剣心は種を選んで使う。陛下、想像し申してみよう。景気の地域の管理が。なんと。はっ、かしこまりました。
若者、とっとと失せやがれ。おい、なぜゆえもなく民を撃つのだ。若造め、さっさとどけ。山頂。陛下、拝謁賜りありがとう存じます。大い争いも内乱も。国家の災いである。隊長。大い争いも内乱も。国家の災いである。この世で予測がつかぬにありがとう。皇帝様のご意志くらいだ。役所に立てつくか。あんたらも役人かい。若様、高級へお戻りになってから協議した方がよろしい。役所に逆らっているとかいう若造、出てまいれ。知りながら法を。
この世で予測がつかぬの。陛下の料金は木を選ぶ。おいやらぞ。朝堂にいながらにして。私は自ら刀を取り、馬を走らせ、男には負けずに戦え。陛下に忠誠を尽くしとうございまする。争いも内乱も国家の災いである。非常山頂Thank you.